君は時の涙を見る。はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります、はい、メタルロボット魂、はい、こちらのニューガンダムですね。それのダブルフィンファンネル装備型っていうのをプレミアムバンダイで購入しました。はい、今回はこちらをね開封していきます。ではとりあえず外箱のね状態を一周回してみていただきたいと思います。はい、といった感じですね。箱は横とかにねこういうアムロのマークがね入ってるのがかっこいいですね。で裏面はね、うん、こういうね 赤い部分に超合金ダイキャストが入れられてるっていう感じですね。まあ組み込まれてる、はい。で一応ねこうフィンファンネルを飛ばしている感じにもディスプレイさせることができると。で今回のダブルフィンファンネルはこちらのね昔の原作イラスト、はい、こちらをモチーフに制作されてますね。まあ、ダブルフィンファンネルといったらね大体思いつくのが羽のようになってるやつね。こちらは非対称なんですよね。左右先端がね、うん、逆向きになってる。これが原作イラストバージョンですね。なのでフィンファンネルは 6機で1セットなんで両方で3機3機でつけるんですよね。で大体思い浮かぶダブルフィンファンネルっていうのは6機6機で羽みたいな翼みたいな感じになるやつ、うん、なのであれは6機6機で12機搭載してる感じですね、はい。こちらは元々の1セットのやつを両方のバックパックのところに取り付けるっていう感じなのでおそらくこういう形なんでしょうね、はい。ではとりあえずブリスターの状態を見ていただきたいと思います。はい、ブリスターの状態はこんな感じですね、はい。まあ、フィンファンネルが6機、はい、あとはね武器とかですね、バズーカにビームライフル、シールドで本体にで背面には台座ですね、はい。でブリスターはこう二重底になってますね、はい。台座パーツとかとは別ですね、はい。では早速一つ一つねまあ見ていきましょうか、はい。ではねとりあえず台座から見てみましょうか、はい。台座はねこんな感じで、うん、アムロのねマークが入ってて、うん、ニューガンダムとダブルフィンファンネルタイプという文字が刻印されてますね、はい。でこちらが支柱ですね、はい。本体です、こちら、はい。いやなかなかいい顔してますね、うん、いやかっこいい、うん、いいですね。まさにニューガンダムっていう顔つき、でここにね01って書いてありますけれどもね、うん、これは珍しいマーキングですね、うん。で全体的にね色合いがマットな質感に仕上がってますね。なので安っぽく感じないです、結構重みがある感じ、うん。でここのね関節とかの部分ですね、うん、ダイキャストが使われているのは、はい。なので普通のロボット魂より、うん、重いですよね普通に考えても、はい。で足はね結構こう
可動域が結構ありますね、うん、こう曲げて、うん、でここもねこんなに曲がる。でつま先もね、つま先も微妙ですがね、角度をつけれますね、うん、はい、で足首もね結構こう可動域が結構ありますね、うん、で腕もねこうがっつりと曲がります、うん、はい、バックパック、はい、まあダブルフィンファンネル用にね、はい、こういう感じになってますね。でビームライフル、ビームライフルもね、いつものなんかニューガンダムに持たせてるビームライフルとちょっと感じが違う、うん、オリジナリティがある感じのデザイン。ニューハイパーバズーカ、はい、うん、はい、シールド、このシールドもね結構特徴的ですよね。普通はアムロのねこのマークがここに入ってたりするんですが、ここにもまた01と、はい、でここに3つねなんかリベットみたいなのが打ち込まれてる感じのやつ、うん、このデザインもなんかすごい珍しい。フィンファンネルですね、はい、まあ、全部同一のデザインなんでね、1個だけこんな感じです、うん、でこれは普通にこうやってね稼働しますね。これが6個で、あとはビームサーベルですね、このビーム刃の方ですね、はい、が1組、あとはね手パーツがこれだけ入ってますね、はい、まあ、ざっくりですが、うん、あとはフィンファンネルを発射させる時の補助パーツとかですねがこういう感じで入ってますということでね、とりあえず全部組み立ててポーズをつけてみたいと思います。はい、完成しました。いやー、いろいろねポーズとかね考えたんですけれどもね、うん、こちらのポーズが一番かっこいいかなと思ってこちらにしました。いやー、あのねフィンファンネルを射出しているというポーズも考えてるんですけれども、こちらのねこの補助パーツ、うん、その浮遊させている感を出すこのパーツ、これがねあのこの小さいパーツを先端に取り付けるんですが硬くてはまんないんですよ。で結構力入れてやるとパキっていきそうだったんで、うん、これは注意した方がいいですね、うん、ファンネル出しで飾る人は結構硬い上にねめっちゃこれ折れそうになる、うん、まあ、そういうのもあってね、うん、ちょっと射出状態はやめようということでね、うん、でこちらのポーズになりました。はい、それってもう十分かっこいいよね。いや、めっちゃいいわ。これのポーズの目安となったのがね、普通にこのパケのやつだったんですけれども、
このパケのやつがめっちゃかっこいいなと思ったんでね、ポーズが、うん、なのでこんな感じにしました。はい。でまあね、やっぱねフィンファンネルはねこういう感じでね、うん、ここにねあの補助パーツ、うん、まあ要はブレないように落ちないようにっていうのでかませるクリアパーツが付属してますね。はい。これをつけることによって、うん、まあ、外れたりね落ちたりしないようになるみたいです。はい。かっこいい。はい。でまあフィンファンネルはね、まあ、左右非対称ですね完全に、うん、はい。といった感じでね、じゃあとりあえずね背景を変えて回転台座に乗せてお別れしたいと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録していなかったらまずチャンネル登録よろしくお願いします。はい。ということで今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。